たします。まず参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。平成26年度総予算3案審査のため本日の委員会に火山噴火予知連絡会会長東京大学名誉教授藤井敏嗣君を参考人として出席を求めたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないものと認め採用決定いたします。平成26年度総予算3案に対する理事会決定事項についてご報告いたします。本日は一般質疑を122分行うこととし、各会派への割り当て時間は自由民主党26分、民主党新緑風会43分、公明党14分、みんなの党13分、日本共産党8分、日本維新の会8分、社会民主党五県連合5分、新党改革無所属の会5分とすること、質問順位につきましては、お手元の質疑通告表のとおりでございます。平成26年度一般会計予算、平成26年度特別会計予算、平成26年度政府関係機関予算、以上3案を一括して議題といたします。これより一般質疑に入ります。石井正弘君。おはようございます。私はこの度、岡山選挙区より、選出されました自由民主党の石井正弘でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。早々の予算委員会における質問の機会を与えていただきました、関係各位に感謝を申し上げさせていただき、そして私自身、今まで、4期16年にわたりまして、岡山県知事といたしまして、地方自治行政の先頭に立って、財政の再建をしながら地方の活性化、そして、岡山県がさらに、力強く情報発信できますようにと、このように努めてまいったところでございまして、この経験を踏まえ、さらにまた全国知事会等々における活動もいろいろございました。そういった経験も踏まえながらいくつか質問させていただきますので、どうかよろしくお願いを申し上げたいと存じます。それでは早速でございますが、質問に入らさせていただきたいと思います。地方において、アベノミクスに対します、期待、非常に大きいものがございます。報道等によりまして、さまざまな数値が、経済指標、これが発表される中にありまして、非常に大きな期待を持って、これが一日も早く地方全体に行き渡ること、地方への波及というものを期待する声が非常に大きいものがあるところでございます。ただ、選挙区の皆さん方、地元に帰られますと同じかと思いますが、私も地元に帰りまして、特に、まあ、景気ウォッチャーとも言うべきタクシーの運転手さん等々と話をしておりますと、まだまだ、十分に、その景気の浸透が、隅々まで行き渡ってない、とりわけ輸出関係の関連企業とか、あるいは一部の建設産業等々は別といたしまして、まだまだ十分ではないんではないかと、このような感を強くするものでございますが、まずはこの今の実態につきまして、またこれからこの波及を進めていくために、どのような具体的な方策を取っていこうとされているのか、内閣政務官よりご答弁をまずいただきたいと思います。小泉進次郎内閣府大臣政務官。今日は石井委員にご指名をいただきましてありがとうございます。昨年の夏の参議院選挙におきましても、岡山県の日本一有名な図書館の前で先生と一緒に街頭演説をしたことを思い出します。今日は昨年ご当選をされた自民党の参議院の1回生としての初めての参議院予算委員会のバッターということで、私もこの権威ある参議院予算委員会での答弁も初めてですので、よろしくお願いしたいと思います。今ご指摘の地域経済におけるアベノミクスの波の波及ということですけれども、地域経済の動向を見ますと総じて景気回復の効果が出ているとは思います。ただし地域間でのばらつきが見られるのは先生ご指摘の通りだと思います。内閣府の方で地域経済動向というデータも出しておりますが、この全部で全国11地域あります。この11地域の中で3地域は現状維持、そして8つの地域は情報変更、こういった中で先生のご地元の岡山を含む中国地方でありますけれども、
まだまだやはり回復、さらに進めていく余地もあると思いますので、先日成立をしました補正予算、そして今ご審議を参議院の方でいただいております予算、本予算、こちらを速やかに成立を図り、遅滞なく、そしてシームレスに執行につないでいって、なんとか地域の皆さんにも景気の回復したなと、そういった実感を伴っていけるように進めていきたいと思っております。私も先日地元のある小学生とお話をしたところ、小学生から大変面白い質問をいただきました。小泉さん、アベノミクスと会ったことある？そういうふうに小学生から言われて、アベノミクスとは会ったことないけど、安倍総理とは時々お会いするよと、そういったところを答えたんですが、よくよく考えてみると、私はその小学生のアベノミクスと会ったことあるという言葉は間違ってないのかなと。まだまだそのアベノミクスの好景気の実感を隅々まで感じていただいてないということを、その言葉の子供の言葉を借りれば、アベノミクスと会ってない方がまだ地域に多くいらっしゃいますので、一人でも多く、一社でも多く、早くアベノミクスと会えるように全力を尽くしてまいりたいと思います。石井正弘君、ご答弁ありがとうございました。本当に一日も早くですね、アベノミクスと面会できますようにということを期待をしながら、総理にもお伺いさせていただきたいんですが、今ご指摘いただきました中国地域は緩やかに回復しつつある、確かにそうなっております。岡山あたり見ておりますと、雇用情勢が特にですね、着実に回復してきておることは、これは大変素晴らしいと思うんですが、工業生産ですね、これは持ち直し、個人消費は持ち直し、確かに全体はそうなんですが、地域全体隅々までですね、例えば中小都市あるいは中山間地域ですね、こういったところに行きますと、まだ実感がないというのが実態ではないかと思うんですが、これにつきまして今後のアベノミクスの地方への波及、総理の言葉からぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。安倍晋三内閣総理大臣。私どもはですね、3本の矢によってデフレから脱却をし、そして経済を成長させていくことによってですね、しっかりとこの景気回復を着実なものにしていきたいと、こう思っているところでございます。その中におきまして、今委員がご指摘になられた景気回復の実感でありますが、一般の皆さんが景気回復を実感するというのはですね、やはり自分のこの給料が上がって初めて実感できるんだろうなと思います。経営者のレベルにおいてはですね、実感している方々がだいぶ増えているのは事実なんだろう。これは地方に回りましてもですね、仕事が増えている、売上が上がっているという実感を持たれている方は多いわけでありますが、しかしそれで、その状況の中においてですね、ではじゃあ従業員の給料を引き上げるかというところまでは残念ながら言っていないということなんだろうと思います。大切なことはしっかりとですね、働いている人たちの給料が上がっていく、そのことによってさらに消費が増えて、そしてさらに企業、小規模事業者まで含めて業績が改善をし、そしてそれがさらなる賃上げにつながったり、あるいは設備投資につながっていくことによって、景気の好循環、この景気の好循環を全国津々浦々でしっかりと確保していくことが大切なんだろうと、このように思います。ただいま小泉政務官からも答弁をさせていただきました。地域経済動向でございますが、内閣府の調査でありますが、中国地方、今石井委員がご指摘になったように、現在緩やかに回復しつつあるまで来ているわけであります。これはかつて24年に行った調査においてはですね、弱い動きとなっているということでございまして、いわば13段階、景気を13段階に分けますと、24年の調査24年の11月の調査においては、下から1、2、3番目、4番目だったわけでありますが、現在はですね、上から1、2、3、4番目までは来ているわけでございまして、東北は回復しているまで、上から2番目前まで、あるいは東海も上から2番目まで来ているわけでございます。なんとかですね、もっともっと実感をしていただけるように、特に地方の皆さんが実感をしていただけるように、我々もさらに今進めている政策を着実に前に進めていきたいと、このように思いますし、地域ごとの地方産業競争力協議会も開催いたしまして、
全国各地の生の声を日本最高戦略の実行に反映をさせていきたいと考えているところでございます。石井正弘君。はい、ありがとうございました。ぜひ、景気の地方への波及よろしくお願いを申し上げたいと思っております。これに関連いたしまして、お手元に今資料もあるわけでございますが、総合特別区域ですね、この指定状況をお示しをさせていただいております。今国家戦略特区ということで国が主導して、強力に、この成長戦略を進めていこう、これは非常に、有意義なことで大切なことだとは思いますが、地方の経済を元気にしていくためにはですね、地方の個性あるいは特性というものを踏まえながら地方の取り組み、それは地方の発意によるもの、これを尊重して、これを国が支援していく、こういう仕組みというものも依然として有効だというふうに思っているところでありまして、ぜひともこの地方の意思を尊重いたしました、総合特区ですね、それから、構造改革特区などもあるわけでございます。岡山県でも実は水島の方で、ハイパー&グリーンイノベーション水島コンビナート総合特区、私も指導してやってきているわけでございまして、また進行中でございます。ぜひこういったものもですね、引き続き国の方から強力な支援求めたいと思いますが、いかがでございましょうか。新藤総務大臣。知事会等ではいろいろお世話になりまして、今回ですね、国会を入れていただいて、地方自治のですね、実態をご存知の方から、さまざまな、この建設的なご提案いただけるものと、大いに期待をしております。そして、今、委員がですね、お話しされましたように、私どもも個性を生かし、自立した地方を作る、これが、これからの地方分権のですね、この合言葉だと、このように思っているわけであります。で、その上において、国家戦略特区というのは新しい日本の経済の、扉を開く、そして大きな規制緩和を通じてですね、いろんなこの経済を刺激していこうと、こういう取り組みであります。でもそれはあくまで先導的な事業であって、全国1700を超える自治体はそれぞれのやり方で、それぞれ の工夫をしながら元気になっていただかなければならないということであります。ですからご指摘のとおり、構造改革特区はすでに770件規制緩和を実現させております。それから総合特区も48地域を指定して、岡山でも2地域があると今ご紹介いただきました。これまでの既存の事業も生かしながら、そしてこの地域の活性化や、それから過疎対策も含めて、そういったものを総合的にですね、複合的に、この展開しながら、このそれぞれの町の元気を作ってまいりたいと思っております。私どもの国家戦略特区はこの日本最高戦略の中に位置づけてありますけれども、その国の上位計画の中においてもですね、この既存の特区制度も十二分に活用しながら、これを着実に進行していくと、このようなふうにしているところでございます。石井正弘君。前向きなご答弁いただきまして、ありがとうございました。それでは具体的な産業の振興ということで、やはり基幹産業であります、農林水産業の振興というものは極めて重要だという立場からですね、ご質問させていただきたいと思います。まず最初は農林水産物の輸出についてでございます。農業を取り巻くその現場の状況というものは今大変厳しいものがありまして、担い手が減少し高齢化が進む、こういったさまざまな厳しい諸条件の中で、我が国全体の人口というものが減少する、そういう状況の中に入ってまいりました。こういった中で、一方で、日本のこの食文化、特にこの日本食というものに対して、非常に今注目をいただいて、世界文化遺産という動きもございまして、非常にこれからも農林水産物をですね、国内だけではなくてですね、海外に向かってすなわち輸出の振興を図っていくという必要があると、こう考えております。ただ一方で原発の影響によって非常にまだまだ風評被害等も残っているわけでございますから、こういったところは早期にですね、外交力も駆使して解決をしていかなければならないというところでございますが、全体といたしましての今後のですね、輸出の戦略というものにつきまして、農林水産省の方の見解をいただきたいと思います。局長さんいらっしゃいますか。山下雅之食料産業局長。お答え申し上げます。まず農林水産物食品の輸出の状況でございますけれども、
農林水産物、食品の輸出は近年、リーマンショックや原発事故の影響等により、減少傾向で推移していたところでございますけれども、昨年は香港、ASEAN地域への輸出が大きく伸びまして、輸出額が対前年比 22% の増加、それから、これをですね、原発事故前のですね、平成22年と比較しまして、12% の増加ということで、5,500トンで6億円となりまして、過去最高となったところでございます。輸出戦略についてでございますけれども、昨年の8月にですね、国別、品目別輸出戦略を公表したところでございまして、今後はこの輸出戦略に基づきまして、オールジャパンの輸出促進の司令塔を設けて、日本食、食文化の普及拡大、またご指摘の原発事故発生に伴う諸外国の輸入規制の緩和等のですね、輸出環境の整備、さらに産地間連携の構築等によります物流の効率化など、輸出戦略を着実に実行することにより、農林水産物食品の輸出額1兆円目標に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。石井正弘君。ぜひですね、前向きに力を入れていただきたいと思うんですが、お手元の資料にですね、2ページ目に今、局長のご答弁ありましたけれども、輸出戦略、これを農林水産省の資料ということで、お示しをさせていただいているところでありまして、2020年までに1兆円規模へ拡大、ぜひこれを実現できますようにですね、総力を挙げて、取り組んでいただきたいと思うんですが、やはり地方公共団体との連携も極めて重要ではないかと、このように考えているところでございます。いろいろこれを進めていく際にはですね、ここにもありますけれども、いろんなネックとなっている点が多々あろうかと思うんですね。関税の障壁の問題があれば、あるいはハシップの問題、さらには、いわゆるイスラム圏におけるハラール認証とかですね、いろいろ問題点もあろうかと思います。こういった問題点について、どのような方策をもってですね、打開をして、この輸出戦略を実現に向けて取り組んでいこうとなさるのか、大臣のこれからのご方針というものをお聞かせ願いたいと思います。林農水大臣。今、局長から答弁いたしましたように、この戦略を定めました。で、FBI 戦略と言っておりまして、メイドフロムジャパン、メイドバイジャパン、メイドインジャパンのこの頭文字を取ってですね、メイドフロムジャパンはこれちょっと珍しい話かもしれませんが、日本の食材をフランス料理ですとかイタリア料理で使うと、こういうことが起こっております。それからメイドバイジャパンは日本の食文化、食産業の海外展開。メイドインジャパンが日本産のものの輸出と、こういうことでございますが、これを連携してやっていこうということでございます。で、根底にジェトロで調査をしていただいておりますが、昨年、それから今年とも同じ3月3日なんですけれども、日本食に対するアンケートをやっておりまして、主要国で昨年の調査でも日本食が1位になっておりますし、今年は主要国の都市でですね、新興国、モスクワ、ホーチミン、ジャカルタ、バンコク、ここまでは日本食がトップでありました。で、サンパウロで2位、ドバイは残念ながらですね、このインド、中国、イタリアに次ぐ、4位ということで、もう少し改善の余地があると思いますが、今、委員がおっしゃっていただいたように、こういう人気がですね、必ずしもこの輸出に結びついていないと。こういうところがあるわけでございまして、まさにご指摘のあったハサップ、ハラール、相手国が求める認証基準、これは農林水産物食品の場合、いろんな、このものがクリアしていかなきゃいけないものがあります。したがって関係省とも連携してですね、まず相手国の規制を個別具体的に把握をすると。で、そのことについての事業者への情報提供ということを行いながら、ハサップ基準やですね、ハラールに対応した施設や、体制、これを整備するための経費を補助すると。こういうことをやりながら、輸出環境の整備に努めてまいりたいと、こういうふうに思っております。石井正弘君。ぜひですね、よろしくお願いしたいと思います。そこで私の今までの経験の中で、岡山は果物王国と称して、おりますので、高品質な安全な果物をですね、主としてその東南アジアをターゲットに行ってまいりまして、先ほどお話がございましたが、東南アジアのシンガポールであり、あるいはマレーシアであり、
あるいはジャカルタ、いろんなところに、まあ、売り込んでまいりまして、非常に富裕層の方がですね、に、まあ、受け入れられまして、競ってですね、それを お買い求めいただいたという経験ございます。こういうアジアのですね、富裕層をターゲットといたしまして、成果物、さらにはですね、牛肉も今のハラル認証の問題でございますが、ぜひこういったものもですね、進出を図っていくようにですね、後押しをですね、政府からお願いしたいと思います。とりわけハラル認証なんかは国内において、食肉のその処理施設ですよね、こういったものが、厳しいそのハラルの世界、イスラム圏のそれに協定にですね、沿った対応というものが求められますので、こういったことが非常に地域の産業の活性化にもつながっていくものとこう思っておりますので、そういった方針につきまして、大臣からのご答弁をお願いしたいと思います。林農水大臣。まさに石井委員から今ご指摘があったように、成果物、それから牛肉、これは高い品質が評価されてですね、輸出が伸びているところであります。で、お示しも資料でいただいた国別品目別輸出戦略でもですね、例えば成果物については、まあ、成長著しい東南アジア等の新興市場の戦略的な開拓、卸売市場の活用をして、まあ、周年供給体制と、まあ、一年中、ロットをこう同じぐらいの量でですね、出し続けていくと。まあ、これが大きな商売には大事でございますので、まあ、こういうことをやっていくと。で、私も昨年ベトナム、インドネシア訪問させていただきましたが、スーパー行きますと本当にいろんなところが並んでいるんですが、残念ながら日本のリンゴがなかったりとかですね、いうことはございます。で、向こうのスーパーの関係者なんかもぜひ入れたいんだと。まあ、こういう、まあ、要望も強かったわけでございますので、こういうところをきちっとですね、開拓していくことによって、今大体80億円の輸出ですが、2020年までに、まあ、その表にありますように250億円規模にしていきたいと。それから牛肉も大変評価高いわけですが、先ほど FBI 戦略とも申し上げたように、日本食であるですね、焼肉、これと一体的にプロモーションを増していくということを実施する。また、ロシアやサウジアラビアなどですね、この牛肉需要が見込まれるところで、まだ出せてないところ、まあ、こういうところを絞ってですね、輸出解禁に向けて権益協議を進めると。まあ、こういうことをすることなどによって、まあ、今50億円でございますが、これを2020年までに250億円規模にすると。こういう意欲的な目標を立てております。オールジャパンのやはり輸出促進の司令塔、これが必要でございまして、ジャパンブランドとして、やはり輸出をしていくと。で、今どういうぐらいの数字が出ているのか、それからどういう取り組みになっているかということを、一つずつ検証しながらですね、さらに何ができるのかということをやることによって、大きな1兆円の目標を達成していきたいと、こういうふうに考えております。石井正弘君。ぜひ1兆円目標達成をお願いいたしたいと思います。小泉政務官、ありがとうございます。小泉内閣政務官、大臣政務官についてはご退席結構でございます。では今度は国内のですね、その消費拡大ということに向けた戦略を質問させていただきたいと思うんですが、まず食料自給率の向上ですよね。これも私も県議会でたびたび論戦をしてまいりました。県も目標を設定して取り組んでいこうということでやってきているわけでございますが、なかなか目標達成、厳しいという現状がございました。まあ、政府全体も目標を立てられ、そしてそれに向けて具体的にまあいろいろ取り組んでいらっしゃると思うんですけれども、まあ、これは地方国団体も一緒になってですね、やっていく必要もあるテーマではないかと思っております。穀物を中心にですね、ぜひこれを向上させていく必要性というものを痛感をしておりますけれども、こういった点につきまして、農林水産省大臣としての方針をお聞かせいただきたいと思います。林農水大臣。今、委員がおっしゃっていただいたように、この食料の安定供給、これを将来にわたって確保していくということは、まあ、国民に対する国の最も基本的な責務であろうと、こういうふうに思っておりまして、まあ、食料農業農村基本計画においては、まあ、ご案内のとおり、自給率目標、平成32年度でカロリーベース 50%、まあ、生産額ベース 70%、
にしまして、その向上を図っているところでございます。まあ、しかしながら天候、それから東日本大震災等の影響もありまして、まあ、現在カロリーベースで 39%、まあ、生産額ベースで 68%、いずれも平成24年度でございますが、そこにとどまっておるということでございます。で、向上を図るためにどういうことをするかと、生産消費の両面が考えられるわけですが、この需要のある飼料用米、麦、大豆、こういう自給率が、麦、大豆は1割内外でございますので、まあ、こういうものの生産振興を図ると、それから一方で消費の両面、消費の方ではですね、学校給食における地場食材の利用拡大、それから地域で生産される農産物の消費拡大を図るための商品開発、まあ、こういうものを行う食のモデル地域と、こういう取り組みへの支援、こういう政策を行うことによってですね、まあ、まさに委員がお詳しいところでありますが、地方公共団体などが実施する国産農産物等の消費拡大、地産地消の取り組み、まあ、こういうものを推進することによりましてですね、この冒頭申し上げた自給率目標の達成に向けて、引き続き努力を重ねていきたいと、こういうふうに思っております。石井正弘君。はい、ありがとうございます。私も今まで、地域の女性ボランティアでございます栄養委員の皆さんと連携いたしまして、これは栄養改善協議会というんですけれども、朝食を食べよう大作戦、これを運動して、特におにぎりをですね、その子どもさんたちと一緒に握ってですね、これを食べようと、おいしいですねというようなことで、一大運動をして、だいぶ朝食を食べていただく、特にお米の食べるお子さんたちが増えてきたという経験がございます。米の、まあ、消費拡大につきまして、例えば今米粉のパンですよね、こういったものが非常に注目されて、だいぶこれが増えてきているかとは思うんですけれども、この米粉を使ったですね、いわゆるこの6次産業化、これにつきまして、大臣の方で、これからの方針につきましてお話をいただきたいと思います。林農水大臣。このまずお米の消費量でございます。今お話をしていただいたように、昭和37年がピークでありまして、1人頭118キロと、これが今24年度でだいたい半分の56キロということですから、まあ、知事と委員がしっかりですね、失礼しました、やっていただいたように、その朝飯、昼飯、晩飯全部おかわりして2杯ずつ作ってたのが、まあ、朝はトーストになって、昼が丼で、まあ、夕食がおかわりと、これで半分でございますから、まあ、大体そういう感じになったと。で、減り方はですね、実は75年から84年の10年間は 2.2 キロずつ減ってたんですが、95年から2004年は 0.6 キロということで、減り方自体は、まあ、少なくなってきてはおりますが、やはり食生活が欧米化したと、それから単身世帯が増えたので、食の簡便化志向が進んだと、また高齢化等によってですね、1人当たりのカロリーの摂取量がまあどうしても減ってくると、こういうことでございますので、まあ、引き続き、この主食用の米の需要がですね、まあ、トレンドは少なくなりつつも減っていくと、こういう中で、今言っていただいたようなことをやりながら、このパン、麺、などですね、ご飯以外の形態で米を消費するということができる米粉の消費拡大、これ大変に大事だと、こういうふうに思って、おりまして、まあ、6次産業化でいろんなことをやっていくと、1次産業の方が2次産業、3次産業も合わせてやるという取り組みでございますが、こういう取り組みに対してですね、この6次産業化法というものに基づいて事業計画を認定する、また新しいものを開発したり販路を開拓したりする、また加工販売施設必要ですから、これの整備への補助事業を融資、まあ、こういうものに加えて、昨年の2月からはですね、ファンドを作りまして、各県にサブファンドを作っていただいているところでございますが、ここから出資をするということ、さらには6次産業化プランナー等の専門家によるですね、まあ、事業計画を作るところから、事業の実施に至るまでのアドバイスをすると、まあ、こういうことで、一生懸命6次産業化後押しをしていきたいと思っているところでございます。石井正弘君。
ありがとうございます。お手元に6次産業化大臣の今ご指摘のこのポテンシャルという資料もお付けしておりますが、非常に地域に期待が今高まってきております。今のファンドの問題とかプランナー、非常に有効な政策ではないかと思いますので、ぜひ必要な予算額を確保してですね、強力に進めていただくようにお願いいたしたいと思います。そしてこの問題、最後に米粉の製品についてなんですが、学校給食でもですね、米粉パン非常に普及してきていると思うんですが、これの普及状況ですね、今米粉パンということになると、やはり小麦粉が少しどうしても入っているのが普通だと思いますし、米粉の麺、これも今大臣ご紹介いただきましたが、これもやはりつなぎの問題で小麦粉も少し入っている。そうするといわゆるアレルギーの問題がですね、学校給食あるものですから、これが解決できないかということで、私ども地元ではですね、今 100% 米粉による麺というものが開発されましてですね、今普及体制に入ってきております。先般農林水産省の関係の方もご出席されまして、プレゼンテーションも行ったというような状況でございます。 100% の米粉ですから、米粉麺の麺というこの辺をですね、麦辺でなくて米辺にしなきゃいけないと、こういうふうな冗談っぽい挨拶もあったんですけれども、こういったものにつきまして農林水産省の支援もお願いしたいと思いますが、担当局長さんのご答弁をお願いしたいと思います。佐藤和夫生産局長。石井先生のご質問にお答えいたします。今学校給食での米粉の利用につきましてですが、米粉パンを導入しております学校数でございますが、平成17年度には6000校で、給食実施校の約2割であったものが、平成24年度には1万8000校ということで、給食実施校の6割まで拡大しているところでございます。でまたこの学校によりましては、今、先生の方からお話ございましたように、米粉パンに加えまして、麺や、あるいは揚げ物の衣にこの米粉を利用するといったようなところも出ておりまして、これらの普及というものは非常に大事なことというふうに考えておりまして、このようなことに対しまして、農林水産省では、米粉料理レシピのコンテスト、あるいは各地で行われる食のイベントへの米粉関連商品の出展といったようなものについて、いろいろと投資をしているところでございます。でやはりこの米粉の需要の拡大で今一番大事なのは何かと申しますと、やはりこの小麦粉の価格よりも米粉の価格の方が割高になっていると、製粉コストといったものがまだまだ小麦粉に比べて米粉が高いという状況になっておりますので、この製粉コストの低減に向けました技術開発、これを今現在やっておるところでございまして、また先生の方からお話ございましたように、米粉製品の持つこの食感あるいは機能性を生かした商品の開発と普及と、こういったものが非常に大事でございますので、今予算審議していただいております26年度の予算要求の中に、大豆、麦、飼料用米等生産拡大支援事業というものがございまして、この事業を活用しまして、今申し上げました製粉コストの低減、あるいは新たな製品開発、こうしたものをしっかり推進していきたいと、このように考えている次第でございます。以上、石井正弘君、ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。それでは次のテーマに移らさせていただきたいと思います。地方都市の再生というテーマなんですが、地方都市中心部を見ておりますとですね、やはり大規模店舗法によるその規制緩和、こういったことがなされて、そういったこともあろうかと思いますし、また大都市への人口の集中、いろんなことが背景にあるかと思いますが、その中心市街地は閑古鳥が鳴いて、そしてまた空き店舗が非常に目立っているような状況にあるわけでございます。いろいろ議論があるかと思いますが、この中心市街地の活性化というものはもう待ったなしの今状況になっているのではないかと思います。相当思い切った対策を講じていただきたいとこう考えておりますが、全体といたしましてどのように現状を捉え、どういう方策をお考えなのか、経済産業大臣のお答えをいただきたいと思います。茂木経済産業大臣。中心市街地の活性化の問題でありますが、石井委員がですね、知事になられたすぐ後になると思いますが、平成10年にですね、中心市街地活性化法を制定して以来、重要政策として取り組んでまいりました。しかしながら厳しい経済状況、特に地方においてはそうであります。さらには例えば、病院が郊外に移転する、そうすると人の流れもそれに伴って変わってしまう。
まあ、こういった公共施設の郊外移転など、さまざまな要因が複合的に関連した結果、中心市街地に対して十分な民間投資が行われずにですね、必ずしも中心市街地の状況、全国でまばらであります。例えば景気が良くても中心市街地が全然ダメなところとですね、景気は悪いんですけれど、長崎の佐世保のように比較的うまくいっているところがありますけれど、全体的には低迷をしている。おそらく岡山においても同じような状況なんだと思います。こういった状況を踏まえましてですね、先日2月の12日にですね、中心市街地活性化法の改正法案、閣議決定をいたしまして、国会に提出したところであります。この法案、これまでの反省も踏まえましてですね、地元住民、自治体の強いコミットメントがあると。そしてそれだけではなくて、経済効果の高い民間プロジェクトに対しまして、従来よりも手厚いですね、支援措置を重点的に講じていきたいと考えております。具体的には予算措置の拡充、そして建物等の取得に関するですね、割増償却などの税制措置の創設、さらには低利融資措置の創設など、支援策を講じることにいたしております。こういった措置に加えましてですね、1月28日に設置をされました、地域活性化の推進に関する関係閣僚会合においてですね、関係省庁の施策を有機的に結びつけながら、当然これは経産省だけではできない、国交省であったりとか、さまざまな省庁ですね、一緒になって取り組む問題でありまして、新たな地方都市像のモデルとなるケースと、こういったものを構築していくことにしております。おそらく一つのですね、青森の、桜通り商店街とかですね、ああいったコンパクトシティとかいくつかの概念が出てくるかと思うんですけれど、そういったモデルを作りましてですね、そしてそういったものをまた全国に広げていく、こういったこともですね、展開してまいりたいと考えております。石井正弘君。ありがとうございました。ただいまご答弁の中にコンパクトシティという言葉もあったんですけれども、お手元に都市再生特別措置法等の一部改正法律案の概要という資料もお付けしておりますが、国土交通大臣にお伺いをしたいと思います。超高齢化が進んでいく、そういった中でですね、今、経済産業大臣からもお答えがあったんですが、医療施設なんかをもっと町の中心に近いところへ、福祉関係もそうでございますし、さまざまな都市業務施設を真ん中に集めて、そして居住関係のその地域もですね、その周りに設定していく、緩やかなですね、今までの都市計画の線引きとは違った、そういうその誘導型の街づくりという面におきまして、非常に注目される改正案ではないかと私も思っておりますし、また併せてその次のページもございますが、公共交通ネットワークですね、やはり離れたところにおられてもですね、そのさまざまな公共交通のルートが設定されている、バスがある、あるいは不便なところはデマンド型のそのタクシーがある、こういったような全体としてのそういう公共側が、地元が中心になって、事業者と連携した取り組み、今これが求められていると思うんですね。その場合には公共交通機関、これを公設民営にするとか、公設民宅、こういったような新しい考えも出ておりますので、国の支援も合わせて行っていくべきではないかと考えておりますけれども、国土交通大臣のお考えをいただきたいと思います。国土交通大臣。人口減少、そして、高齢化、この2つは相当これから、進み、そしてどうこれに、国土づくりあるいは社会づくりということをするかという大きなテーマだと思います。2050年ということを想定してみますと、1平方キロでメッシュで切りますと、なんと2050年には 66% の地域で人口が半減以下になると。そうすると、増田さんが言ってるように、広谷さんが言ってるように、もう消滅するという、しかし私は消滅するんではなくて、数人であってもその集落に住み続けて、おそらくいるということから行きまして、どうやって、これを支えていくかという、街づくり全体をどうするかということが一番大事なテーマで、そこにスタートするのは今でなくてはならないというふうに強く思っています。そうした観点から行きますと、
コンパクトシティプラスネットワークということが非常に大事になるわけですが、コンパクトシティというものをやる中でもですね、郊外に広がった、また住んでる居住自体が広がってますから、それを誘導して、高齢者も街中に住んでいただく、そして歩いて暮らせる街づくりというものを作っていく、そして介護施設や医療施設もその中心市街地に持っていく、そうしたこと、その中には今度は交通網も今までは全部駅に行くようなバスであったり、駅をつないだ列車というようなことが中心でありましたが、バスもですね、最近は都市ではコミュニティバスということで、昼間、この高齢者が大勢住んでますから、それをずっと回って医療施設に行くようなコミュニティバスという想定があり、また、ディマンドバスと、もっと集落が小さいところには、明日ここに行きますよということをちゃんと予定出して拾っていくというディマンドバスというような回るバス、駅に行くバスではなくて行き帰りの回るバスということが想定される。そういう中には交通網の整備ということは非常に大事になってくるわけですが、そこを今度は民間がやってる、市がやってると共に赤字になって成り立たないというようなことがありますから、そこで今ご指摘の公営、この民間の公設民営であるとか、公設民宅であるとかという、下の持ってるもの自体は、これは、公が持つけれども、運営は民がやっていくと。いろんな形の、住み分けといいますか、お互いの連携というものが極めて重要と。交通網におきましても、街づくりにおきましても、今、茂木大臣から、中心市街地をはじめすることがありましたが、大きな構想のもとでやるということが、今しかできない。私はそのように思っていますが、そこでは今度は各市に、また県に、知恵袋がいていなくてはならないと。そういう点が非常に急所だというふうに思っているところです。石井正弘君。もうおっしゃる通りでございまして、岡山も公設民営など先進的にも取り組みをスタートしておりますので、ぜひご支援をですね、お願い申し上げたいと思います。そしてこのも、こう最後にでございますが、やはり人口減を食い止めて若者を定住ということになりますと、その産業の振興、とりわけ、第二次産業のその立地というものが非常に鍵を握っていると思うんですね。どうしても、こういった産業は大都市のその周辺に立地をしがちだと思うんですが、地方都市にしっかりこれを立地をしてもらうというためには、やはり国策としてですね、国からの強力な産業政策というものが必要だと思うんです。関係法律ももちろんできてはいるんですが、まだまだですね、十分な立地が地方に行ってないと思いますので、このための国の政策支援、ぜひよろしくお願いしたいと思いますが、経済産業大臣のお考えをお願いいたしたいと思います。茂木経済産業大臣。先ほど申し上げましたが、これですね、例えば経済産業省であったりとか、国土交通省とか、一省庁で完結するものではありません。例えば倉敷なんかも素晴らしい町並み持っていると思いますけれど、そこでさまざまなイベントを開くとなりますと、そこには例えば交通規制で警察の問題が関わってきたりとかですね、病院の問題、厚労省であったりと、まさに政府一体で取り組むべき問題だと、こんなふうに考えておりますし、今まで以上にですね、先ほどの法案のことでもご説明申し上げましたが、レベルを上げた取り組みをしないとなかなか難しい問題でありますからですね、中心市街地の活性化、達成できない、こういう思いで取り組みを進めてまいりたいと考えております。石井正弘君。はい、ありがとうございました。それでは次のテーマに移りたいと思うんですが、再生可能エネルギーについてでございます。私は全国三十数人の知事さんたち集まっていただきまして、自然エネルギー協議会を立ち上げ、その会長に就任して、各種の提言とか要望活動を行ってまいりました。また岡山県でも新エネルギービジョンというものを作り上げまして、岡山ならでは その自然エネルギーを進めていこうという取り組みも行ってまいったわけでございます。今現在エネルギー基本計画のこの案がいろいろ
部会等でもですね、我々も議論、参画をさせていただいているところでございますけれども、もっともっと国としてですね、強力に進めていくべきではないかと思うんですね。この今現在の案では、再生可能エネルギー3年程度導入を最大限加速をしていく、その後も積極的に推進となっておるんで、まあ、積極的に推進ではあるんですが、なぜこの3年程度ということが先に出るのかですね、全体として強力に推進する中で、とりわけ3年程度は強力にさらにやっていくんだという表現の方がもっと分かりやすいんではないかというふうに思うんですが、それから我々、私も参加しておりますが、自民党資源エネルギー戦略調査会の地域の活性化に資する分散型エネルギー会議、二階座長、山本会長の指導の下、長谷川事務局長の案ということで、今日、関係の部会の方で議論されるようでございますが、再生可能エネルギーの試案並びに提案、提言というものがまとめられております。これによりますとですね、具体的な提言が最後に提示されておりますけれども、再生可能エネルギーは固定価格買取制度の適切な運用と地域の強みを生かした最適な構成、並びに省エネの推進と合わせることによって、国民の負担を最小限に抑えつつ、2030年に再生可能エネルギーの比率目標を 35% に据えることは可能であると、等々の具体的な提言もなされているところでございます。この提言、試案、こういったものについてどのように受け止めておられますのか、経済産業大臣のご見解をお願いいたしたいと思います。茂木経済産業大臣。再生可能エネルギー、極めて我々重視しておりまして、国産のエネルギーであると。さらによくですね、木質バイオマスの話出てまいりますけれど、地域活性化にも資する、分散型エネルギー源でありまして、低酸と社会の創出にも、寄与し、さらには、新しいエネルギー関連の、産業であったりとか、雇用の創出にもつながるということで、最重点で取り組みを進めたいと思っております。どうして中長期にですね、しっかりやると、そこの中で特に3年、は、最大限のっていうことにならないかということなんですが、経緯から申し上げるとですね、一昨年、我々が政権に復帰をしますですね、総選挙、安倍総裁の下で戦うときにですね、政権公約を作りました。そのときに、今後3年間、最大限導入します。こういうですね、公約を作ったわけであります。今回、その3年に加えて、3年で終わるんではなくて、さらにその先も見据えて、しっかりやっていきます。いうことをですね、エネルギー基本計画の政府原案に盛り込まさせていただいた。そういった意味で、これまでの経緯からして、3年、そしてその後と、いう流れになっているわけであります。さらにですね、今回のエネルギー基本計画におきましては、単に、期間の話だけではなくて、具体策、いうことでですね、一つはやはり、太陽光も、そして風力もですね、消費地と生産地が違ってくる部分がありますんで、送配電網等ですね、系統の強化を図っていく。さらにはですね、地熱の問題を含めて、環境アセスであったりとか、規制の合理化といったことも重要であります。さらには、低コスト化を図っていく。いうですね、重点となります施策もですね、この基本計画の中に、明記をさせていただいた、盛り込まさせていただいた、というところであります。また、もう一点のですね、自民党の、地域活性化に資する、分散型エネルギー会議におきましてですね、再生可能エネルギーの導入目標、2030年にですね、35% と、極めて高い、ですね、野心的な目標を、設定していただいた、このことは、承知をいたしております。当該試案につきましては、まず自民党におきましてですね、様々な議論が、進んでいくものだ、承知をいたしております。石井正弘君。はい。その固定価格買取制度でありますが、これはまあ国民の負担を求めて、という制度でございますけれども、認定を受けた事業者がですね、太陽光パネルのこの値下げというものを待っているということなど、さまざまな事情によってですね、一定の期間内に運転開始をしないというケース、これが出ているわけでございます。我が岡山県でも強力にやってまいりましたけれども、いくつかの事例が散見されるようでありますが、
この認定、こういったものについては、もう認定を思い切って取り消すとかですね、あるいは、適用価格は、この下げていく、変更していく、まあ、こういった思い切った制度の改正、見直しをですね、していくべきではないかと思うんですが、担当部長のご見解をお願いしたいと思います。資源エネルギー庁、木村洋一、省エネルギー・新エネルギー部長。お答え申し上げます。ご指摘の点につきましては、実態を把握すべく、昨年9月から報告徴収を行ってまいりました。でその結果、判明いたしました、いまだに、土地と設備が決定していない案件につきましては、今後、段階的に認定の取り消し手続きに入ることとしてございます。また、設備の認定のあり方につきましては、新たに検討のため その専門のワーキンググループを設置をいたしまして、認定から土地とその設備の決定までに、何らかの時間的制約を設けるなど、制度の運用につきましてを見直すことといたしまして、今年度内に結論をうべく検討を進めているところでございます。こうした見直しを早急に進めながら、早期の運転開始が促進されるようにしてまいりたいと考えてございます。石井正弘君。その固定価格買取制度についてでありますが、地域によってだいぶ事情が違うと思うんですね。太陽光発電で見ると、やはり太陽光、非常に効率のいいところと、そうでもないところの差があると思うんですが、こういった地域特性を踏まえながら、全体としては強力に進めていくと、こういう考え方もあろうかと思いますが、これについてはどのようにお考えでしょうか。また法施行後3年後見直しと、こうなっているわけでありますが、ドイツの資料をお手元につけております。これを見ると、半年ごと、あるいは月ごとと、このように改めてきたということも記されているわけでありますが、こういったようなドイツの制度というものも参考にした見直し、これについてどのように思われますか。担当部長の見解を求めたいと思います。木村省エネルギー・新エネルギー部長。再生可能エネルギーに地域によるその特性があるということは、そのご指摘のとおりでございます。一方で、国民負担の観点から、その法の趣旨に沿いまして、効率的な事業実施を前提に、そのコストを評価していく必要がございまして、そのバランスを取っていく必要があると考えてございます。買取価格、買取期間 その決定方法につきましては、法律上、その毎年度、省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態および規模ごとに、価格等の期間を定めるということが明定されておりまして、現行法の下では、そのご指摘 その地域別、月別の価格設定というのはなかなか難しいところはございますけれども、ただ、いずれにいたしましても、そのドイツの法令も参考にいたしまして、固定価格買取制度のあり方につきましては、その法の見直し条項に基づき、新たなエネルギー基本計画の策定を踏まえた再生可能エネルギー導入促進策の検討の中でしっかりと議論していくこととなるものと考えてございます。石井正弘君。はい、ぜひ前向きな見直しをですね、お願いしたいと思います。そしてもう一つ、木質バイオマスについてでありますけれども、非常にこれは林業関係者とか地域の皆さん期待が大きいものがあります。また一方その関係 その燃料源となります原木とか、あるいは端材といったものをどのように集めていくかという大きな課題も地域においてあるわけでございますが、いずれにいたしましてもこういったものを克服をいたしましてですね、強力にこの木質バイオマス発電進めていくべきだ、非常にエネルギー関係の部会でも多くの議員の皆さんから声が出ているわけでありますが、国からの力強い支援につきまして、農林水産大臣の見解を求めたいと思います。林農水大臣。我が国のこの毎年伐採される流木、この半分がですね、実は林地内に放置をされて、2000万リューベイとも言われておりますが、未利用になっておると、こういう状況でございます。でこの製材工場まで行きますとですね、ほぼ 95% を利用している、建設現場でも9割は利用しているというのに比べて、この伐採のところはほぼ利用率がゼロということで、この2000万リューベイの利用されてないものをなんとか利用できないだろうかと、こういうことをですね、発電や熱供給に使っていけないだろうかというのが
この木質バイオマスの、そもそもの発想でございまして、このエネルギーの安定供給や、まあ、地域の活性化、森林の整備に寄与するということで大変大きな役割になっていると思っております。まあ、先ほど茂木経産大臣からもですね、お褒めの言葉をいただいて大変意を強くしているところでございますが、この木質バイオマスの利用の促進にあたってですね、今委員からもお話がありました、やはり施設を最初に導入するときの初期負担、これは結構大きいということと、それから走り出してからですね、やはり木質バイオマス燃料の調達、これが非常に課題になります。したがって我々としてですね、まずこの発電施設の整備に必要な資金の融通、それから当該施設の立ち上げに際して必要となる原料の初期調達コストの一部支援、さらにボイラー等の熱供給施設の整備への支援、それから路網整備、森林制御の集約化などの取り組みを通じて、今先ほど申し上げた未利用木質バイオマスの安定的効率的な収支への支援、木質バイオマス発電等に取り組もうとする事業者、まあ、今資料でお配りをいただいているようにですね、お地元の岡山でも大きな、まあ、プランがですね、名県さん中心に、まあ、動き出すと、こういうことで大変期待をしているわけでございますが、こういう事業者の皆さんに対する相談等のサポート体制の構築、効率の良い木質バイオマス発電等に関する技術開発の支援と、こういうことを網羅的にですね、行っていきまして、この木質バイオマスの利用を推進してまいりたいと、こういうふうに思っております。石井正弘君。ただいまご答弁の中で引用していただきましたが、我が地元でも日本一の規模のですね、木質バイオマス発電、もう着工しているという状況でございますし、まあ、太陽光発電につきましても我が国最大の規模のものが今事業化に向けて、具体化しつつあるという状況でございます。総理に最後にですね、この再生可能エネルギー普及拡大につきましたですね、総理としての決意というものをですね、お伺いをさせていただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。再生可能エネルギーの普及はですね、我が国のエネルギー安全保障の観点からも、あるいは低炭素社会を作っていくという観点からもですね、大変重要でありまして、そして新しいエネルギー関連の産業創出にもつながっていくと、このように考えておりますし、実際岡山県でも新しい動きが出ていることは歓迎したいと、このように思います。そのため固定、価格買取制度の着実な運用に加えまして、送電インフラの整備や、規制改革、技術開発など、再生可能エネルギーの最大限の導入に向けて、まあ、必要な施策を、まあ、総動員していく考えであります。まあ、昨日、首脳会談を行いました。まあ、デンマークにおいてはすでに、まあ、風力を中心に再生可能エネルギーを、まあ、50% にしているわけでありまして、まあ、将来 100% を目指していくということであります。ただ、まあ、国の規模等はだいぶ違うわけでありますから、単純に比較はできませんが、しっかりとこの3年間の集中期間にですね、この再生可能エネルギーの充実を図っていきたいと、このように思っております。石井正弘君。どうも総理ありがとうございました。私も十数年前デンマーク行ったときに風力発電がどんどん普及しておって、岡山でもどうですかと言われたんだけど、ちょっと岡山風が強くないんですという会話をした、記憶がございますけれども、ぜひですね、地域に応じたですね、この再生可能エネルギーの普及を政府を挙げて強力に進めていただくように改めてお願いをいたしたいと思います。そして次は地方分権について総務大臣にいくつかお伺いしたいと思います。まあ、今回法案も出されるわけでございますが、この地方分権推進について、まあ、どのように基本的にお考えになっておられるのかということで、今この第4次一括法案、通常国会に提出ということでございますけれども、これで終わりということではないと思うんですね。地方分権改革有識者会議、でも、まあ、議論があるようでございますが、まあ、今後の取り組み、ぜひこれをお願いいたしたいと思います。新藤総務大臣。ちょうどですね、今年は平成5年に宮沢内閣において、この地方分権の推進に関する決議、これ衆参両院で行った決議から20年目の節目を迎えております。で、まず第一次分権改革においては、これは国と地方の関係を見直そうと、上下主従から対等、そして協力と、こういう関係でですね、見直しました。この機関委任事務を廃止をして、そしてこの自治事務、法定自宅事務と、こういったものに分けたと、これが大きなテーマです。そしてそれを第二次の分権改革で着実に実施してきたと、
そしてその仕上げが今回の第4次一括法案で、今までの残りのものをすべて提案をテーブルに載せてですね、そして方針出せるものはすべて織り込んだ、これが第4次であります。で、この20年間の節目の中で、ある程度国から地方への権限移譲というものはできるものは進んだということであります。ですから今後どうするかは新しいステージに上げなければいけないと、このように思っているんです。で、それは私はですね、このキーワードを地方の発意と多様性だと、全国一律で同じような規制緩和をするとなると、最大これはミニマムのものにしなきゃなりませんので、どうしてもできることとできないものははっきり分かれてくるわけです。でも例えばやる気のあるところ、自分たちはそれをやると、これ手上げ方式というのを認めようじゃないかと、それから自分たちだったらこうしたいと、これは提案方式、今度はですね、文献を一律のものではなくて多様であって、発意をこの前提としたものとして進めていきたいと、私はそう考えております。で、その中でですね、今後今のような具体的な制度、提案募集方式も、それから手上げ方式というものも、これも制度として確立させていきたいと思います。合わせて今まで進まなかったのは、地方分権を調査審議するのと政策決定する機関が一つになってごっちゃになっていたのです、前政権において。これ私今お役を頂戴してですね、この完全に機能を分離させました。そしてその上で調査審議機能と政策決定機能を分けた中で、具体的な提案をさせてきた。で、私のもとにこの、いわゆる文献の有識者会議というのを設けて、そこが議論するだけでなくて、実際に役所と実際に調整をして、いろんな提案を整理してきたということであります。これを継続持続可能なものにしたいと、このように思いますし、何よりもここまで来ると成功事例を全国のそれぞれの自治体に知っていただいて、あ、そんなことができるならば我々もやるよと、こういうですね、情報発信をさらに強化しよう、 SNS ですとかそういうものを使ったり、シンポジウムを設けたり、いろんな工夫をしながら地方分権を新しいステージに上げていきたいと、このように考えております。石井正弘君、ぜひですね、新しいステージということで前向きなですね、新しい方式をですね、取り上げていただく、これを我々としても期待をするものでございます。そこで次、財政について、地方財政となりますとやはり一番大きな課題でございますので、総理に見解をお願いしたいと思うんですけれども、確かに地方財政計画、お手元の資料にあります通りですね、地方一般財源、これは全体で1% の伸び、0.6 兆、必要な地方一般財源総額の確保と、このようにされておりまして、このような大変厳しい中でのですね、このような財政措置は、地方公共団体にとりましても、評価をされているかと思うんですが、ただ、地方はそもそもですね、社会保障費が当然増で非常に増えていくんですね。毎年7000億円程度増えるという試算もあるわけでして、これへの対応とか、消費税増税に伴って、当然社会保障もこれから充実をしていくことになっているわけでございます。こういった点からすると、これで十分だと言えるのかどうかという議論も地方には一部あるわけでございますけれども、言いたいことは、地方分権を推進していくためには、やはり地方財源が充実されること、そしてこの確保されることが一番大事だというふうに考えておりまして、地方財政の充実強化につ つきましての総理のお考えをですね、ぜひお示しをいただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。地方分権を進めまして、そして地方が自らの発想創意工夫によってですね、その地域の良さを生かしたその地域らしいまちづくりを進めていくためには、自由に使える財源をしっかりと確保していく必要があると思います。平成26年度の地方財政計画においては、社会保障費の自然増や、今おっしゃった自然増やですね、充実分を含む経費を適切に計上いたしまして、歳出総額を前年比 1.4 兆円の増とするとともにですね、地方税等の一般財源総額について平成25年度を上回る額を確保いたしました。今後ともですね、地方財政計画において必要な経費を適切に歳出に計上し、そして地方分権を一層推進するために、地方税財源の充実確保に取り組んでまいります。
石井正弘君、ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。そしてこの項を最後に、地方住民税の交付税原資化という今回の税法の改正でございます。まあ、地方にいるものといたしましては、この偏在是正ということ自体は評価させていただきますけれども、まあ、一方で東京都をはじめとするですね、税収の多い自治体は反発を強めているというのが現状ではないかと思います。この点につきましてどのようにお考えなのか、それからもともと全国知事会でも提案してきたわけでありますけれども、偏在性が少なく、そして安定性のある地方税体制、例えば、まあ、消費税を地方税化していくとか、こういったことを目指していくべきという提言もあるわけでございますし、また国と地方の歳出比率を、これを4対6に、まあ、近づけていくためにですね、まずは5対5を改革目標とすべきではないか、これも地方分権改革推進委員会からも、まあ、提言があったと承知しておりますし、地方側の意見でもあるわけでございます。これにつきまして、総務大臣のお考えをお示しいただきたいと思います。新藤総務大臣。これは一度に3つご質問いただいておりますので、少し時間を頂戴したいと思います。まず東京都などのですね、税収の多い自治体がこのに対する反発どうするのかということであります。これは地方消費税の増収分の範囲内でこの法人住民税の一部を交付税原資化すると、まあ、こういうことで地方法人特別税の規模を3分の1縮小することと合わせて、まあ、やったということですね。で、これは数字を申し上げますと、例えば東京都特別区においてはどうなったかといいますと、法人住民税が確かに1700億円の減なんです。ですが地方消費税が約2200億円の増となります。ここでプラス500億円プラス、さらに地方法人特別税の規模縮小でありますが、本来の制度でいうと1200億マイナスだったんです。それがですね、いや失礼、本来の規模からですね、今回制度改正して700億円の負担軽減となっています。したがって住民税の増の500億と合わせてトータルで1200億円程度は税収が増加していると、まあ、このようなことになって、これは東京にも一定のご理解をいただいているというところであります。それから、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築につきましては、これはもとよりそれが必要だということで、まあ、今後、地方消費税の充実を図ることが重要であると。そして、消費税と地方法人課税との税源交換の検討、これは今後もですね、さらに進めていきたいと、このように思います。それから、国と地方の税源配分についてでありますが、まあ、これも歳出規模を5対5とすると、歳入と歳出のですね、この配分を5対5にしようと、まあ、これは我々も目標とするところでありまして、今後それらに向けて取り組んでまいりたいと、まあ、このように思っております。まあ、ただその時にですね、この大都市部への税財源の集中が進んで財政力格差が拡大すると、まあ、こういったことが起きないようにしなければならないということもあります。税源の偏在性の小さな税体系を構築することということが極めて重要であると、今後のですね、税中においてもいろんなご検討を賜りたいと、このように考えております。石井正弘君。通告申し上げてないんですが、財務大臣後ろで首を縦に振ったり横に振ったりされておられまして、総務大臣も務められてご造形深い分野でございますが、ご見解ございましたら少しご開示いただけますればと思いますが。麻生財務大臣。これは少子高齢化とも先ほど言われたところと関係するんだと思いますが、都市に人口が集中するコンパクトシティという名前でも同じくやっぱり都市に集中する、人口が集中するイコールそこに税収が発生する、税質も出ますけれども、そういった意味ではかなり地域差が出てくるので、本社のあるところに法人税が入る、例えばスーパーで売り上げたタバコはその地域の岡山で売れたスーパーのタバコ税も本当はそこに地方消費税で入る分が本社にあるところにタバコ税でも吸い上げられますから、そういった形になりますと、まあ極端なことで一極集中ということになりかねんという部分がありますので、それをうまくやらないと非常に地域に格差が出るというのを是正するということを
やっておかないと、なかなか地方と中央との差っていうのは出ますんで、それをどういう比率で割るかというので、まあ、今回地方交付税等々、いろいろ特別交付税等々を今やらせていただいて、今総務大臣とのお話もあったように、今後ともこれは適時調整をしていかないと非常に偏在することになりかねんというのが将来の危惧しておくべきところだと思っております。石井正弘君。どうも、突然のお願いでございますけど、ありがとうございました。それでは最後に道州選につきまして、ご質問を総理にさせていただきたいと思っております。私は知事会の中におきまして、道州政特別委員会の委員長とか、あるいは全国の有志の知事、政令指定都市の首長さんと一緒になって、推進連合を作って共同代表を務めて、提言等を行ってきたわけでございます。長い私は間の地方分権、これを推進していく議論の中にありまして、その究極の姿、これが私は道州政ではないかというふうに考えております。この道州政、いろいろ議論ございますが、国の形を変えるような大改革が道州政、またこれでないと意味がないというふうにも思っております。昨年7月の参議院選挙を受ける自民党の公約には、道州政基本法の早期制定後5年以内の道州政導入目指すというふうにあって、なっておりますけれども、この道州政はいろいろ実は考えがあるんだと思います。ぜひですね、お手元の資料、知事会にもがまとめた資料もございますが、地方分権というものをあくまで推進するということ、そして国の形を変えるような中央省庁の解体再編にもつながるような思い切ったものを提案すべきだではないかというのが地方側の意見で、もしもそうであれば全国知事会の方の意見もかなりまとまってくるんではないかと思います。党の方でも今議論しておりますけれども、総理自らがですね、あるべき道州政の理念姿を、述べられますとともに、公約の道州政導入を目指すために今国会に、関連の道州政関係の法案を提案されるべきではないかと考えておりますけれども、総理のお考えを最後にお示しを願いたいと思います。安倍内閣総理大臣。地方において、また特に全国知事会においては、さまざまな意見がある中におきまして、石井当時の知事がですね、道州政に向けて議論をリードしてこられた、改めて敬意を表したいと思います。道州政の導入は地域経済の活性化や行政の効率化などを目指し、国の在り方を根底から見直す大きな改革であります。道州政の目指す姿は、国の役割を国の存立の根幹に関わるものなどに集約をしていき、強化していくとともにですね、同州は国際競争力を持つ地域経営の主体となって、基礎自治体は住民に直接関わる事務を行う主体となる、つまり国、そして同州、基礎自治体、しっかりと役割分担をしていくわけでありますが、現在、与党において、同州制に関する基本法案の早期制定を目指し、精力的に議論を行っているところでありまして、この議論が集約されていくプロセスの中で、法案が国会に提出されることになると考えておりまして、今後、政府としても連携を深めて取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございました。終わります。以上で石井正弘君の質疑は終了いたしました。次に大野元弘君の質疑を行います。大野元弘君。はい、民主党新緑風会の大野元弘でございます。早速でございますが、まず総理に対して、現下のウクライナ情勢、そしてロシアに対する対応についての我が国の立場をお伺いをしたいと思います。先に、まず岸田外務大臣。岸田外務大臣。ウクライナ情勢につきましては、2月23日にヤヌコビッチ大統領が首都キエフを離れ、暫定政権がスタートしました。その後3月1日にロシア連邦院におきまして、ウクライナ国内におけるロシア軍の使用を承認する決定がされたということで、国際的なこの懸念や憂慮が表明されているところであります。我が国の立場としましては、3月2日の日に外務大臣談話を表明させていただきまして、まずはこうしたロシア連邦院での決定につきましては、深い憂慮と懸念を表明しております。
ぜひこのウクライナ情勢につきましては、この平和裏に事態が集中されることを望む、そのためには関係当事者のこの自制と責任ある行動を求める、こういった内容の談話を発出しております。その際に我が国の考え方としましては、このウクライナ情勢につきましては国際法、さらにはロシア、ウクライナの間で結ばれておりますこの地位協定をはじめとするこの法の論理が尊重されること、さらにはウクライナの主権、そしてこの領土の統一性、こういったものが尊重されるべきであると、こういった考え方を表明しております。そして翌日3月3日に G7 で共同声明を発出しておりますが、我が国もこの G7 のこの共同声明に盛り込まれた考え方に賛同して、この共同声明に参加したということであります。その後、情勢は引き続き緊迫しておりますが、昨日は EU の外相理事会が開催され、本日は NATO ロシア理事会が開催され、明日は EU 首脳理事会が開催される予定になっております。そうしたこの会議の行方につきましても今注視している状況でございます。大野元裕君。いろいろと詳細な説明ありがとうございます。総理、ロシアに対する対応を含めて、我が国の立場、今のとおりでよろしいですか。安倍内閣総理大臣。私も総理としての発言をさせていただいておりますが、基本的に今外務大臣が述べたとおりでございます。大野元裕。菅官房長官がですね、記者会見で報道によってですけれども、現時点ではプーチン大統領の訪日あるいは岸田外務大臣のロシア訪問の予定に変更はないと、こういう話がございました。当然こういった状況の中で相互に要人が応報するとなれば、大変なその国際社会からの注目あるいは我が国の対応、そういったものが問われることになろうと思いますけれども、現時点では変更なく今のこれまでの通りの応報ということで総理大臣は適切だとお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣。ですか。じゃあ岸田外務大臣。先ほども申し上げましたが、情勢は引き続き緊迫をしております。しかしそうした情勢を受けて、EU 各国そして関係国はさまざまな場で意思疎通を図り、議論を今行いつつあります。こうした状況もしっかり我が国は注視していかなければならないと考えております。現状におきましては、今後日ロ間で予定されておりますさまざまな予定の変更はありません。しかしながらこの情勢の変化は予断ができません。ぜひ状況をしっかりと注視していきたいと考えています。大野元裕君。なぜこのように申し上げるかというと、例えばそのアメリカのケリー国務長官はロシアの行為を侵略と明言をし、その上で殺傷波及停止、在米資産の凍結および経済制裁について言及をしています。また EU、それから先ほどおっしゃった G7、これら その非難の声明、さらには G8 の準備会合の見合わせ、EU によるロシアとの査証協議の停止等、西側と中心とした国際社会は、ロシアに対して極めて強い警告の態度を取っております。我が国の立場はこれらのトーンよりも後ろ向きに見えてならないんですけれども、応報を含めて、ロシアおよび国際社会に誤ったメッセージを与えることがあってはならないと思いますけれども、総理いかがお考えでしょうか。岸田外務大臣。関係各国の間では引き続きさまざまな議論が行われております。アメリカから、そうした強いメッセージが出ているという、ご指摘もありましたが、一方でこのドイツ等、関係国からはこの OSCE の この、枠組み、あるいはこのコンタクトグループの設置など、こうした対話の大切さを訴える意見も出ていると、承知をしております。
まあ、ぜひこうした関係各国、先ほど申し上げましたように昨日今日明日とさまざまな具体的な会議、対話が予定をされています。その議論もしっかり注視をしていかなければならないと考えています。大野元裕君、はい。ならばその戦略面で少しお伺いをしたいんですが、まあ、総理が鳴り物入りで、お作りになった NSC ですけれども、この NSC においては我が国の国益に従った、対ロ戦略について、当然ウクライナ情勢の悪化以降さまざまな議論がなされていると承知をいたします。閣僚レベルでこれらの協議がなされたのか、その場合いかなる対応を取るという形にされているのかをお伺いいたします。安倍内閣総理大臣。ウクライナ情勢につきましてはですね、先月27日の4大臣会合において取り上げたほか、連日宇谷国家安全保障局長が関連省庁幹部を招集いたしまして、情報の収集そして対応の検討を行っているわけでございまして、私および官房長官のところには宇谷局長から随時報告が出され、指示を仰いでいるわけでございます。引き続き国家安全保障局を中心に関係省庁間で緊密に連携をしながら事態の推移を注視をしつつ、ワクチンとして適切に対応していく考えであります。大野元裕君。総理、確かにその総理がご就任されて以来、私アメリカと その日本との関係というのは極めて厳しいと思っています。大変冷たい態度で遇されていると思いますし、また中韓との関係についてはこの予算委員会においても散々取り上げられたとおりでございます。そういった中でロシアとの関係を非常にその良好に推移されていることは私も高く評価をしたいんですが、しかし我が国の国益というのは必ずしも二国間もしくは両首脳間の関係だけで図られるものではないと思っています。例えばウクライナ情勢の緊迫は当然その地域の情勢にも関係がありますけれども、例えばアメリカが今セケストレーション、政府の予算削減で悩んでおられますけれども、ヨーロッパの方に目が向くことによって東アジアのリバランス、こういったものが実はまだリバランスについても実質的には何も具体的に動いているものというのはすごく少ないわけですから、そういった意味でこれらの欧州情勢が東アジアの状況に対して影響を及ぼすことというのは私は当然考えることでございますし、安倍政権がNSC を作られた以上戦略的に初動の体制で誤りを犯せば将来禍根を残すことになりかねないというのが私の質問の趣旨でございます。そういった意味からウクライナ情勢については深刻に捉えていただきたいと思いますが、改めてお伺いをしますけれども、全くそのスポーツというものは私は政治を持ち込むべきではないと個人的には思っていますが、さあさりながらイギリス政府あるいはアメリカ政府は、ソチで開催されるパラリンピックに、それぞれ閣僚の派遣、および議員団の派遣というものを取りやめています。我が国として、これらの、同じ措置かどうかは分かりませんけれども、何らかのメッセージを送るための措置というものは、パラリンピックに際してお考えなんでしょうか。安倍内閣総理大臣。ただいま大野委員が指摘をされたように、NSC におきまして、詳細にどういう検討をしているかということについては、差し控えさせていただきたいと思いますが、当然ですね、このウクライナ情勢の影響、東アジアの情勢に対する影響、あるいは日米同盟の観点、そして日本と EU の観点、そして国際社会との観点、そしてまた日ロ関係、いわばロシアは日本の隣国でもありますから、日ロ関係との観点等々を総合的に勘案し、我が国の立場を決めている、戦略的に決めているところでございます。そしてその中におきまして、パラリンピックでございますが、まさにスポーツを通じて障害者の方々の自立や社会参加を促すとともにですね、さまざまな障害への理解を深めるものでありまして、大変有意義な大会であるのは例を待たないわけでございますが、我が国としてはこのようなパラリンピックの重要性に鑑みまして、2020年の東京大会の成功に向けてソチパラリンピックへの政府関係者の出席を検討しているところでございます。国際社会の動きとしてはさまざまなものがありますが、原則としてはですね、基本的にはこうしたオリンピック、パラリンピック、特にパラリンピックに対して政治のさまざまな状況をですね、ここの場に持ち込むことについては慎重でなければならないというのが基本的な立場でございますが、例えばオーストリア、ドイツ等についてはですね、それぞれ政府の要人が出席をすることに今でもしているところでございます。我々はそうしたことをですね、慎重に見極めながら検討していきたいと、このように考えております。
温野元博君。先ほど申し上げたとおり、我が国の安全保障に及ぼす影響等にも鑑み、総理のしっかりとしたリーダーシップでですね、このパラリンピックに際しても幅広い議論、慎重な検討というものを加えていただきたいと思います。この件は流動的なのでここでやめさせていただきますが、次に、一昨日ですか、議論になっております集団的自衛権の件について、お話をさせていただきます。資料がお配りさせていただいていると思いますけれども、総理は、集団的自衛権に関してさまざまな答弁をされておられますが、2月5日の本委員会におきまして、集団的自衛権について、行使が認められる判断も、政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることは可能だ、うんぬんといった形で、解釈の変更についても、何度か言及をされておられます。総理が言うところの憲法の解釈、あるいは憲法解釈の決定、もしくは変更というのは、いかなる意味でおっしゃっているのかをぜひ教えていただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。今までもですね、憲法解釈については、自衛官が、文民であるかそうでないかという、解釈の変更はあったわけでございますが、その際は、法制局の答弁、法制局長官の答弁で、あったわけでございますが、法制局というのは、長官がたびたび累次、答弁をしているように、内閣に対する助言を行っているわけでございます。内閣としてですね、この憲法について行政府としてですね、内閣として解釈をしていくということになるわけでありますが、この、集団的自衛権、あるいは集団安全保障等々についての、また PKO もそうなんですが、憲法との関係について、安保法制法において今、議論をしているところでございまして、さまざまな事態を分類をいたしまして、そうした分類におきまして、我が国の安全、そして国民の生命を守る上においてですね、今までの解釈でいいのかどうかということについての議論を行っているところでございます。そうした議論の結果を待ちですね、その上において、法制局を中心に共有いたしまして、必要であればですね、必要ということになれば、解釈の変更を行っていくということになるわけであります。大野元博君。少しこの件について踏み込んでいきたいと思います。法制局長官にお伺いをさせていただきたいと思いますが、今、総理の方からも自衛官の文民条項ですね、いわゆる憲法66条に関する言及がありました。この文民条項に関する政府による憲法の解釈及び運用の変更というものは、いかなる理由背景で行われたものか、ご説明をください。小松内閣法制局長官。お答え申し上げます。お尋ねにつきましては、平成16年6月18日の民主党の島聡衆議院議員提出の質問主意書に対する政府答弁書、これはご案内のとおり閣議決定されるものでございますが、この答弁書で以下のとおりお答えしております。関連部分を読み上げさせていただきます。ご指摘の憲法の解釈運用の変更に当たりうるものを挙げれば、憲法第66条第2項に規定する文民と自衛官との関係に関する見解がある。すなわち同項は内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならないと定めているが、ここに言う文民についてはその言葉の意味からすれば武人に対する語であって、国の武力組織に職業上の地位を有しないものを指すものと解されるところ、自衛隊が警察予備隊の後身である保安隊を改めて設けられたものであり、それまで警察予備隊及び保安隊は警察機能を担う組織であって、国の武力組織には当たらず、その隊員は文民に当たると返してきていたこと、現行憲法のもとにおいて認められる自衛隊は、旧陸海軍の組織とは性格を異にすることなどから、当初は自衛官は文民に当たると解していた。その後、自衛隊制度がある程度定着した状況の下で、憲法で認められる範囲内にあるものとはいえ、自衛隊も国の武力組織である以上、自衛官がその地位を有したままで国務大臣になるというのは、国政がいわゆる武断政治に陥ることを防ぐという憲法の精神から見て、好ましくないのではないかとの考え方に立って、昭和40年に自衛官は文民に当たらないという見解を示したものである。以上でございます。
大野元裕君。長官、私、理由背景をお伺いをしたので、多分後段の部分だろうと察しますけれども、それでよろしいですか。小松法制局長官。仰せのとおりでございます。大野元裕君。先ほど総理がおっしゃったとおり、文民条項、それ以外にも安全保障に関連してはさまざまな形で憲法の解釈に関し政府の答弁が変わっているものが、これは総理も何度もおっしゃっているところだと思います。例えば戦力の保持であるとか、あるいはその PKO に関するその林法制局長官、高辻法制局長官の議論ですとか、さらには日本有事の際の航海における米韓防衛、これは中曽根政権時代だったと思います。こういった変化があります。これらは憲法のしかしながら解釈および運用の変更には当たらないというのが政府の統一した説明見解でございました。法制局長官、この見解は現在も維持を同様にされているかを教えてください。小松法制局長官。お答え申し上げます。まず冒頭に確認しておく必要があると思いますのは、総理も繰り返し答弁されているとおり、憲法第9条に関する安倍内閣の憲法解釈は現時点では従来からの政府見解のとおりであるということでございます。その上で総理は安保法制今の報告書の提出を待って改めて内閣として再検討するということをおっしゃっているわけでございます。その上でご質問にお答えをいたしますと、平成16年6月18日の島里氏衆議院議員に対する政府答弁書、同じ答弁書でございますけれども、憲法の解釈運用の変更に当たりもの、うるものとして明示しているのは憲法第66条第2項に規定する文民と自衛官との関係に関する見解のみでございます。ご指摘の戦力、PKO、日本有事の際の国会における米韓防護に関する政府の一連の答弁で示された見解は、憲法第9条に関する従来からの政府見解の体系全体の中に整合性を持って位置づけられているものと認識しておりまして、憲法の解釈運用の変更に当たるようなものがあったとは認識してございません。ちょっと待ってください。関連質疑を許します。大塚康平君。はい、長官、今の大野委員の質問は文民規定は憲法の解釈変更ではないかということを聞いたわけですが、もう一回答えてください。小松内閣法制局長官。これは何度も申し上げてございますが、今まで政府が憲法の解釈運用を変更した例というものは、66条2項の文民条項だけに関するものだけであるというのが政府の認識でございます。ですか。大野元裕君。改めて確認させていただきます。政府が唯一の憲法の解釈運用の変更とされた、今ご確認された66条2項の文民条項については憲法の条文の解釈変更というよりも時代に伴う自衛隊制度の変化により変わらぬ憲法の精神に鑑み当てはめが変わった、こういう認識で法制局長官よろしいんでしょうか。小松内閣法制局長官。これは政府の見解はですね、先ほどご答弁申し上げましたとおり、閣議決定をされた政府答弁書の中で、この文民条項に関するその政府の昭和40年の答弁と、これは政府の憲法の解釈、運用に関する変更であるということを、内閣として閣議決定をしてお答え申し上げているわけでございます。そこでお尋ねのこれは、条文の解釈変更ではなくて当てはめの問題なのではないかというご質問でございますが、この条文の解釈変更に当たるのか当てはめの変更に当たるかにつきましてはですね、突き詰めると用語法の問題につきものと考えております。いずれにせよ、申し上げましたとおり繰り返しますが、ご指摘の文民と自衛官の関係に関する見解は憲法の解釈運用の変更に当たるものというふうに内閣としては認識しております。大野元裕君。わかりません。用語の問題というのがちょっとよくわからないんですが、というのは小松法制局長官、昨年の11月の6日に、憲法の規範
基本的な考え方というものがあって、それに客観的な事態を当てはめまして、こういう結論が出てくることは当然あり得るわけでございまして、客観的な事情が変化すると、その当てはめの問題というのはあるわけでございますとご答弁をされているわけですけれども、用語の単なる違いというよりも、憲法そのものの解釈、当てはめが変わることというのは、決して私は同じようには思えないんですけれども、今一度ご説明いただけますか。小松内閣法制局長官。昨年11月6日の衆議院外務委員会でご質問を受けまして、私はこの文民の解釈につきまして、このとおり答弁しております。ただいまの文民の解釈につきましても、憲法の解釈を変更したものか、または法規範、つまりシビリアンコントロールの観点から、武力組織の方は閣僚になることができない、こういう論理に自衛隊の性格の変遷というものを当てはめて、その当てはめの結果であるというような考え方もございまして、そこのところは議論があるところでございます。ここの趣旨でございますが、この私の外務委員会における、衆議院外務委員会における答弁はですね、文民と自衛官との関係に関する見解の変更については、政府自身が、内閣自身が憲法の解釈、運用に当たるということを閣議決定もして、明示しているものではございますが、学者の方などの中にはですね、これは当てはめの変更であると指摘される向きも皆無ではないという事実を踏まえて述べたものでございます。大野元裕君。その後に先ほど私がお読みしたところがあるんです。当てはめの問題はあるというふうにおっしゃっていて、先ほどのご答弁でも、その後自衛隊制度がある程度定着をしてきたと、そこで変わったんだと、そういうご説明だったと思いますので、今一度法制局長官、私が先ほど読んだところ、その当てはめの客観的な事情が変化すると、その当てはめの問題というのはあるわけでございますという答弁についてもう一度ご説明ください。小松内閣法制局長官。この憲法のですね、条文自体の解釈の変更ということとですね、この当てはめの変更ということにつきましては、学者の方々の中にも、何がそれに当たるのかといろいろなご議論がございましてですね、非常に関係については微妙なものがございます。その一説によれば、規範自体を変更したのではなくてですね、対象となった事象が変化したことによる、いわゆる当てはまの結果が、変わるということがあるのだという、その主張をされている学者の方もいらっしゃいますし、過去、例えば戦力の解釈につきましてですね、この当初、これはかなりその、早い時代には政府は、この近代戦遂行能力という言葉でもって説明していたものをですね、その後、自衛のための必要最小限度を超えるものは、この憲法第9条2項で禁止されている戦力なんだと、こういう説明になっておりますけれども、ここは内容を変更したのではないけれども、基本的な考え方には説明、変更はあるわけではないが、説明ぶりを変更したものという考え方でございます。このようにですね、この憲法解釈の変更、当てはめの変更、それから説明ぶりの変更というものにつきましては、なかなか相互の関係は微妙で、どこからどこまでがどこに当たるのかということは微妙なことがあるということを申し上げているわけでございまして、その上で、繰り返しになりますけれども、憲法66条2項の文民の解釈につきましては、政府自身が内閣閣議決定をもってですね、これは、憲法解釈運用の変更をしたものであるということを認定しているということを申し上げているわけでございます。はい、大塚耕平君。長官は解釈運用の変更と説明ぶりの変更と当てはめの変更ということを3つもおっしゃいましたが、この3つの定義を申し述べてください。小松内閣法制局長官。
申し訳ございませんけれども、それぞれ3つにつきましてはですね、立派な学者の方々が、そういう意見を戦わしていらっしゃるということを申し上げているわけでございまして、それを政府として定義をする立場にないわけでございます。じゃあ時間止めてください。大塚康平君。はい、運用解釈の変更、説明ぶりの変更、当てはめの変更と、この3種類を使い分けて今、ご答弁されたので、今後、この3つをどういうふうに使い分けるのか、定義があれば定義を教えていただきたいですし、なければないというご回答で結構です。小松内閣法制局長官。憲法の条文のですね、解釈運用の変更という言葉は、その質問収集に対する閣議決定を経た、政府答弁書の中でも使っている言葉でございますので、それを定義しろということであれば、これは定義することができると思います。それは憲法はもちろん、この、日本語で条文いろいろ書いてあるわけでございますけれども、そこで、そこに、そこで定められている規範は何かと、憲法規範は何かと、この、まさに、この、立憲主義に基づいてですね、国家権力を縛るというのが本質ではないかというご主張があるわけでございます。その通りだと思います。で、それはどういう規範が、縛っているのかということでございまして、その規範をですね、こういう規範なんだということを内閣が認識をすると、でその認識を示すということが、解釈するということでございます。で、それを変更、解釈運用を変更するということは、その規範に関する認識を変更するということでございます。で、学者の先生の中にはですね、
そう一概に言えるものではなくてですね、この、規範は普遍であるけれども、そこに客観的な事象の変化があって、これを当てはめたというものが変更するというのはあるんじゃないかと、こういうご議論をされる方もいらっしゃるわけでございまして、それからまた、単に説明ぶりを変えているというだけのものもあるんじゃないかと、そういうご議論をされる方もございます。でそれについて、政府がそう言っているわけでございませんので、私がそれをと定義をすることはできないということを申し上げているわけでございます。この3つについては、擁護法の問題に行き着くのではないかと、冒頭にお答えしたところでございますけれども、それは擁護法の問題である以上、定義はできないわけでございます。はい、大野元裕君。進学論争というお声もいただきましたが、少し中身をお話を聞きたいと思います。外務省になるんでしょうか。我が国の集団的自衛権の解釈については、いろんな説があって、大体1972年から81年ぐらいにかけて政府の解釈というものは定まってきたのではないかと言われていますが、この1981年以降、国際法上の集団的自衛権の概念は変化したのでしょうか。外務省石井国際法局長。お答え申し上げます。集団的自衛権とは、国際法上一般的に自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止することが正当化される権利と解されておりまして、このような概念に変化はないものと考えております。大野元裕君。そうすると、今までの議論を受けて総理にお伺いしたいんですけれども、国際法上の集団的自衛権の概念は変わっていないんだそうです。そうだとすると、66条の文民条項はいろんな説があるという話もありました。しかしながら、その規範そのものに対する認識を変えるという意味でのいわゆる解釈の変更に当たるようなケース、もしくはそうではなくて、規範は普遍だけども、その対象とする事象は変わったというケース、今2例学説があるという話を法制局長官からもいただきましたが、今回もしも集団的自衛権の解釈の変更、総理が踏み込んでおっしゃった言葉ですけれども、あるいはその適切な解釈について行うとすれば、これは当てはめが変わるの方にはどう考えても当てはまらない、つまり憲法そのものの解釈、規範を変えると、そういう理解でよろしいんでしょうか。小松内閣法制局長官。総理のご質問でございますが、集団的自衛権とは何かというご質問に対してですね、私、昨日も答弁いたしましたし、これは国際法上の概念であるということを申し上げているわけでございます。で、その国際法上の概念である集団的自衛権は、どういうものであるかというのは、これは外務省の所管でございまして、今、石井国際法局長が答弁したとおり でございます。で、今、議論をしておりますのは、従来、憲法の問題として、この例外的にですね、武力を行使する場合ができるのか、あるのかという問題を議論してきておりましてですね、従来は、このルール説明を申し上げているような論理に基づいて、いわゆる自衛権に関する三要件、これを満たす場合を除いては、武力の行使はできないと、これが憲法の規範だということを申し上げているわけでございます。それで、この、今、そこのところの解釈というのを、この変更する余地があるのか、それで、全く変更する余地がないのかということを議論しているということでわけでございまして、で、そこは変更をしてですね、これは結論出ておりませんけれども、その武力行使もできる場合があるとすると、その部分というのは国際法上は憲法9条に基づいてできることであれば、何でもやっていいというわけでは当然のことではございません。これは憲法には第98条2項というのがございまして、この確立された条約、我が国が締結した条約および確立された国際法規はこれを遵守すると、これも憲法上の規範でございますから、憲法に憲法上許容されるものであってもですね、それが国際法に照らしてもですね、合法でなければならないわけでございまして、そこの部分につきましては、それは集団的自衛権なのかもしれませんし、またその他の法理なのかもしれません。ですから、集団的の自衛権の行使解釈を変更するのか、それは当てはめなのかというご質問は、ちょっと私は残念ながら理解できないわけでございます。
大野元裕君。それはご質問を聞いていただいてないから理解してないだけの話です。集団的自衛権についての概念が変わっていないとすると、当てはめの方ではなくて2節ある場合ですね、憲法の規範そのものの認識を変更するという方に学説2つあるとすれば当たると思いますが、憲法規範そのものの認識を変えるということを総理はおっしゃっているのでしょうか。そういうことを総理にお伺いしているんです。安倍内閣総理大臣。今の学説に準拠してですね、答弁はすることは今できないわけでありますが、我々はそもそもですね、今法制局長官が答弁をさせていただいたようにですね、自衛権はあると、そしてその自衛権の発動については3要件があるということでございますが、その中においてですね、特に必要最小限というものを今までの答弁の中におきましては、この最小限という観念をですね、超えるものであると、集団的自衛権の行使についてはですね、そこのところについて、しかし今国際情勢が大きく変わる中においてですね、一国のみにおいて自国の安全を守ることができない、その前、例えば三要件の中において我が国に対する旧約不正の憤慨ということが、侵害ということがあるわけでございますが、事実上そういう状況もあるのではないか、我が国自体に至らなくてもですね、事実上我が国のいわば生存権そのものに大きな影響があるのではないかということも議論をしているわけでございまして、そうした観点の中においてですね、今まで基本的な考え方の枠内の中における集団的自衛権の行使というものがあるのではないかということを議論しているところでございます。大野元裕君。次の議論に入る前に一つ総理に確認しておきたいんですが、これまでの累次の答弁の中で、法制局の報告を受けますと、そしてその後に与党内で協議をしてもらって閣議決定、そしてその後、国会法案等で審議をしていただくという、この段取りは変わりないでしょうか。安倍内閣総理大臣。基本的に今、安保法制局でさまざまな観点からですね、議論を行っている、集団的自衛権の行使だけではありませんが、議論を行っているわけでございまして、この結論が出るわけでありますが、当然この結論については、皆様にオープンにさせていただくところでございます。今までもですね、中での議論については、代表的な議論については、ご紹介をさせていただき、ご議論をいただいているところでございますが、これを結論を得た上においてですね、法制局を中心に協議を進めます。そしてその中におきまして、当然、与党、自民党、公明党とも協議を進める中においてですね、もし解釈が必要ということ、解釈の変更が必要ということになれば、我々は閣議決定を与党と協議した上において、閣議決定を行い、そして政府としての見解がそこで確定するわけでございます。当然ですね、その上においては、国会からその説明を求められれば、当然我々にはその過程においても状況についてですね、ご説明をしていくことは当然でございます。その上においてこの自衛隊がすぐに活動の範囲を変えられるかといえばそうではないわけでありまして、その上において自衛隊法と関連、この変更に関わる自衛隊の行動に関する法律等々についてはその改正が必要であろうと、こういうことになるんだろうと、このように思います。大野元裕君。少しずつその総理のおっしゃる憲法の解釈の変更、もしくは適切で新たな解釈というものが明らかになった気がいたします。というのは、憲法の規範そのものの中で、先ほどその法制局長官がおっしゃった3つの要件の中で、必要最小限の部分、製造権について変更する必要があるかどうか、ここの部分に焦点を絞っていくということだろうと、私は今のご議論の中で理解をいたしました。私自身、実は個人的には当然の話だと思いますけれども、製造権を含む基本的法益、これをないがしろにしてまで、今のかじがちの解釈を維持するべきではないと、個人的にもとても強く思っています。しかしながら、私は3つの理由から、総理のおっしゃる今のプロセスについては反対でございます。閣議決定を行う前に、十分に国会で審議を行うべきだと思っています。3つの理由の1つ目は、今議論したとおり、憲法そのものの基本、こういったものを変えていく、
もしかすると66条と若干性質が違うような解釈の変更になる可能性がある。そうだとすると憲政史上初めてのことでもあり、我々は国会でこれを議論するべきではないかというのが一つ目の理由です。そして二つ目は、これは国民的な関心事であるということであり、我々国民に選ばれた国会がしっかりと総理のお考えというものを受けたまって、そして議論をすることを国会ので議論をした上で閣議決定に臨んでいただくということが適切だと思っています。そして第三に、国際的な関心あるいは懸念、こういったものを呼んでおりますので、真に我が国の安全保障にとり集団的自衛権の行使が必要であれば、その行使のあり方について真剣に前向きに議論をするためにも、これ当然法制婚の議論が出て個別のケース、これ総理が何度もおっしゃっています、個別のケース大事ですよ。だとすれば個別のケースが出た後に閣議決定、特にもしも与党との議論が長引いて閉会中に閣議決定で次の国会が開かれたときには個別の法律が出てくる、こんな状況では私はあってはならないと思いますが、改めて総理、国会における審議を閣議決定の前に尽くすという、あるいは国民の前にしっかりと示すということについてはいかがお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣。国会の日程との関係においてはですね、今ここで、確かなことを申し上げることは、できませんが、まだ安保法制の中で、協議が、続いているわけでございまして、結論を得るのがいつかということとですね、同時にまた与党とのですね、与党との協議がその後あるわけでございまして、いずれにいたしましてもですね、国会開会中に結論が出た場合ですね、結論というのは安保法制婚の結論が出た場合は、そのことは世の中に出ていくわけでありますから、当然そのことについて国会が開会中、あるいはもしいつ出るかということでありますが、いずれにいたしましても国会、例えば国会開会中であればですね、当然こうした機会に、この結論についてのですね、ご説明ということは当然できるわけでございます。また、万が一国会が開催されていない場合でもですね、閉会中の審査ということは可能であろうと、このように思うわけでありますが、閣議決定に至るまではですね、閣議決定に至るまでは、これ政府としての、判断、解釈が確定していないわけでありますから、私たちの政府としての解釈を確定的にその段階では述べる、安保法制婚の結論については述べることができるわけでありますが、閣議決定をしないとですね、政府としての統一的な判断がこうなったということについては、その段階では申し上げられることはできませんが、しかし、いわば安保法制婚で議論したことについてですね、国民の皆様の前で国会で議論するということは当然行われると、このように思っております。大塚耕平君。国権の最高機関は国会であることを定めた憲法41条の精神から言えば、これだけ国の根幹に関わる問題ですから、政府が最終決定をされる前に国権の最高機関たる国会の意見を聞くことは当然だと思いますが、法制局長官と総理の両方にご意見を伺います。まずそれでは小松法制局長官。これは昨日も申し上げたところでございますが、まずその憲法解釈につきましてですね、内閣が憲法解釈を行うことというのは、憲法上どう位置づけられるかというこの法制上の問題がございます。でそれは、繰り返しになりますが、憲法第81条において、この憲法の最終的な解釈は最高裁判所において示されるもので、ございます。これはもう明らかなところでございます。しかしこの権限は司法権の採用でございますかことから、そのドイツとかフランスにございますような憲法裁判所、これがあればですね、抽象的な形で、この憲法裁判所に解釈を問うということが可能なわけでございますが、現行日本国憲法下においてはこれは憲法の改正以外せずにですね、この憲法裁判所を設けることはできないという見解 でございまして、現行日本国憲法下においては最高裁判所の判断が示されるためにはですね、具体的な訴訟事案が提起されることが必要でございまして、また仮に裁判所の判断が示された場合でもですね、その判断は当該個別の訴訟のみについて効力を有すると、これは最高裁判所の判例もございます。その上でですね、憲法第99条は公務員の憲法尊重擁護義務を定めております。行政府がですね、日々、
その行政府の権限の行使を行って行政を行っております。でその行政を行う前提として憲法を適切に解釈をしてですね、その日々の行政が憲法に違背しないように進めなければならないと、これは当然のことでございまして、従いましてですね、このような観点から憲法の解釈については第一義的にはですね、この憲法65条において行政権は内閣に属すると規定されているとおりですね、内閣がその責任において行うべきであるというのは当然であると思うわけでございます。で他方ですね、これも総理も何遍も答弁されておりますけれども、その内閣がこの憲法解釈の仮に変更を行ったといたしましても、それが自衛隊の行動を伴うようなものであるとすればですね、それをそのまま行政に反映させることができるのかというと、それはできないと。それはそのためには必要な立法措置を国会にお願いしなければならないであろうということを総理は繰り返しおっしゃっているわけでございます。そこでそのまずそもそも総理がご担っているとおり、解釈を変更するとすると、その解釈を変更したのはどういうふうに変更したんだということが、まさに単にふわふわとしたこの口頭におけるものではなくてですね、きちっと議論のベースになるようなものに ならなければですね、それに基づいてこの国会のご議論をいただくということも生産的ではないということだろうと思います。そこでこの内閣による解釈の変更と必要な立法措置との間にどういう手順で物事をつないでいくのかという方法、これはいくつか法制的にはあり得るであろうと、したがってどの方法でなければならないということはないということを私は昨日も申し上げました。その以上を申し上げた上でですね、まさに今ご指摘がございますように、憲法9条の解釈に関わるような重要な問題について内閣が決定を行う立場を改めるということであればですね、憲法上国民の代表であり国の唯一の立法機関である国会に対し、この具体的な法案をお示しをして、その背景になる憲法解釈はこうでございますよという前にですね、まずコンセプトをお示しをしてご議論をいただくということはむしろ当然のことではないかと。で、総理はそういうことを申し上げていると私は理解しておりまして、このお考えは、なるべく丁寧なやり方で物事を進めていきたいというお考えに基づくものというふうに理解してございます。今の答弁でそれよろしいですか。基本的に今、法制局長官が答弁したとおりでございますが、いわば私の言わんとしているところはですね、当然ですね、今、大塚委員からもご指摘がございましたように、国会に対して、私たちがどういう方向に向かおうとしているかということについては、きっちりと説明する必要は当然あるんだろうと、また説明をしなければならない義務があると、このように思っておりますが、そこで安保法制今の結果が出て、このこういう結果が出ましたということについてのご説明は出ますか、できますが、閣議決定をするまではですね、まだ決まっていないという中においては、われわれはどのように解釈をするかということについては、まだ今、検討中ですということしか言えないわけであります。ただ、皆様からご意見は受けたまわることはできると。しかし、政府として、総理として答えろと言われても、それは検討中ということでございますから、答えられないということになるわけでありますが、しかし、閣議決定をすればですね、その閣議決定について当然ご説明をし、かつ自衛隊がですね、活動するということになれば、そのための法律を作っていき、より具体的になっていく、さまざまな縛りについても、あるいは活動範囲についてもより具体的になっていくわけでございまして、そこは要は、権利として行使、権利があり、そしてさらに行使できるということになってもですね、実際行使する上においては、しかし、行使するというのは、どれぐらいの範囲で行使できるということになっていき、さらにはその実際に行使する上においては、その法律を改正して、その中でさらに縛り、国会との関係も決まっていくわけで、ございますが、より具体的な議論ができるのではないかと、このように思っております。よろしいです。残余の質疑は午後に譲ることといたします。午後1時に再開することとし、休憩といたします。